はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで丸さんからご依頼です。はい、ボーマンドラフトのファーストエディション3パックですね。はい、じゃあこちら。リピートね、ありがとうございます。さあどうでしょうか。3パック勝負。はい。おう、ヘンリー・デイビス。はい。いきなり来ました。おう、メイヤーも。はい。あ、ホイールも来てますね。多分このヘンリー・デイビスとメイヤーのファーストで多分35ドルくらいは言ってんじゃないですか。で、ファーストボーマーニューヨークヤンキースピッチャー、はい、ブレンダン・ベックさんですね。6フィート2カレッジ2巡ですね。9勝3敗。うん。はい。ホイール来ました。2パック目。もう1パック目はもうベースで勝ちって感じですね。うん。デイビスとマーセロですから。あ、ほろってる。はい。青色かな？ジョーマック。モルラーさん。はい。青。ファーストだ。クリーブランド。はい。トミー・メイスさん。ですね。150シリ。6フィート6。2巡。うん。カレッジですね。ほう。ドラフトはもうハイスクールの時にレッツがしてるんですね。で、大学に進学したと。で、やっぱりドラフトされましたねっていう。はい。はい、2パック連続ファーストボーマンのホイールです。ありですね。はい。最後どうでしょうか。また青。すごいですね。あ、2枚だこれ。はい。ファーストばっかだな。あ、ルイス・ロデリゲス。はい。タナーレの下。ファーストボーマンの青だ。お、ラウアだったらいいね。せーの。来た。はい。おめでとうございます。青でも十分だと思いますね。状態もいいっすね。はい。はい。おめでとうございます。はい。すごいですね。3パック連続で、ファーストボーマンでした。で、シリアルが2枚です。トミー・メイス。ラウアーさん。で、ピッチャーのベック。うん。で、メイヤーとヘンリー・デイビスが、よいしょ、ベースでちゃんと出てくれました。ファーストエディション大きいですよね。まあでもポケモンもそのファーストエディション出た時、やっぱ向こうでは、はあ？みたいな感じな印象だったらしくて、全然売れてないというところでしたからね。はい、日本ではね、ポケモンポケモンつってなってましたけど、当時はやっぱアメリカはまだでしたからね。はい、ということで、いいとこが光りましたね。彼一巡の6位か。ああ、すごいですね。ハイスクール。うん。でも6フィート2あると。なるほど。で、足もあると。ショート。ね。はい。ということで。うん。
この2枚大きいですね。ベースで出てくれるのがね。はい、じゃあこちらで梱包して、発送は明日になりますので、もし追加等ございましたら言ってください。 PB じゃなくても未開封で3パックまた追加してくださいとか、そういうのも全然 OK です。はい、ありがとうございました。